brother, do that. Oh, fine, it's okay, man. Mr. Sorohand. Hey. 안녕하세요. Mr. 안녕하십니까? Fat hand. 안녕. Fat hand. What time is it now? 誰？お、今日はめ。ダメだこいつ。え、二つです。昨日まで。バリバリだぜ。俺の素晴らしいベースを聞かせてやるよ。俺のベースだ。こんにちは、古谷俊之です。はい。この間はすいません。ちょっと最初が悪くて。今日はまあ八分通りぐらいはだいたいいい調子なんで、多分大丈夫だと思いますので、一つよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。生きてんのかよ。動いてみろよ。動いてみろ。今日は絶好調のようです。ほら元気だよ今日は。よし。ちょっと恥ずかしいよもうちょっとやめてよ。後かぶせの方がいいと思って。え、なになに？感想。感想何？後かぶせ？使ってさ、うん、マレットだから、うん、かっこよくできないんだよね。ライブみたいになっちゃうんだけど、変な音で。なるほどね。だからそこはお休みで、後からなんか後かぶせでしたいんだけど、最初に。じゃあ、ドラムどうする？あのほら、あの先祖のとこチリリーンって入れてほしいなっていうのもあったんだけどさ。ああ、そういうのもあるのか。うん、で、それはどうする？それ先にやる？それでもだから全部後でやる？結構時間かかるわ、そうか。座長に聞いてみて、だからほら、あのできたらさ、あの全部あった上での、全部マイク立ってる上でのスネアの音とかっていうのにが欲しいじゃない？スネアの音だけほら、シンバルの音だけ取ると、このあのチンチポコタチチみたいに結構立たない音になってくるじゃん。立たない音っていうか、もうすぐやっちゃってもいいよ。え、一回はテイクは取ったらその場でそこだけ。そうだね、うん、分かった分かった。撮影になっておりやす。じゃスティックとか持ち帰るのがちょっと面倒だね。もう一杯のコーヒーを。チンポコタチチン、チンポコタチ。ファーストの時ってドンドドンっていうのは別撮りしたんだっけ？ドンドドンっていうのは入ってないんじゃないか。そういうのが別撮りしたらいいかなって。ドンドドンはね、入れるって。別撮りでね。うん。そういう風にやろうと思うよ、ちょっと。まだ、かまた合わせないから。だから割と最初に撮るやつって、割とずーっと、ずっと同じのやって。サビとキラウトのパターンだけっていう。変えてっていうね。何回言ってたの？イントロは、かっこやってよ。はい、さっきやる。イントロの、あのドグダグドグダグドグダグドグダって回ってて、あのデンデデンに入る瞬間がドグーっていうのがあったかもしれないから。なるほどね。で、座長座長、うん、ドラムってさ、あの2回取りたいんだけど、後かぶせがあるんだけど、それっていうのは何をかぶせる？絶対なんだ、ね、多分リズムパターン的にこうバスを使ってっていうのはないと思うんですけど、うん、あるじゃん。そこはドスととだよ。だから、あ、コンビネーションとしてはないんだけど、コンビネーションとしてはないんだけど、あとで先にドン、ドトン、ドトン、ドトンとか入れたり、あとなんか静かになるところなんですけど、そこにあのシンバルとリムでライドー一瞬、そういうのこれ永遠に残んだぜ。いや、だから声でいっぱい残してるけど、なるほど。結構そのためにヘボってやり直しだとまた面倒だから、うん。で そんな時にそこはないの？じゃあ肩がないで、パッとだけ刻んでるような感じなんですか？あ、はい、あ、それだったら大丈夫だろうね。要するにさ、結構ドラムのかぶせやるとただコントンとなる場合が多いのよ。だからそういうはっきりとここはこうだっていうものがあるんであれば、それは全然いいんじゃないか。ああ、なるほどね、うん、で例えばあのほらキックだけ、うん、後で取って入れたい時ってキックだけのマイク生かすと、うん、なんかすごいじゃない。だからそういう時ってだからまあ全部の中のキックってできるかなと思って、例えば1チャンネルで揃っててもいいけど、厳しい。結構だからそれで倍使うぐらいだったらバカバカしいんだけど。そうそう、だからそれで、うん、これいい音するね。ジャックブルースやん。それ巻き弦？Thank you.
今ピッチ上がったよね。どうしたカメラが怖いのか、もう一回歌ってみ。の、なん、はい、あなたもどうぞ。の、今のこともとんでもん、とんでもん、こっちはそれいいね。さっきのメインマイクだから、なんかリアルすぎちゃって、アウト。はい、はい、もう良くない、さっきのがいい、もとい、はい、お願いします。変わった？聞いてみようか。パターン買ってないよ。あれ？うん、音色がもう。これは？これ。もうバスドラこれを叩くという。うん、多分思いっきりこういうのバタってかけたのが面白い感じで出るかもしれない。あ、マレットだとどうか。こっちがアタックが効くね。マレットさ、さっきのでね、折っちゃったんだよ。あれや、まっちゃん。高いんだろ、マレットって。高いんだ、2800円。折ったっつっても、ちょっと、ひびなんだけど。うん、
温度で。あ、木工用。で、電ボキシ。あんまり熱いと鳴りがなくなっちゃうね、やっぱね。スティックは、スティックやってみて。そんな。うん、もったいないから変えたくないんだったらさ、あっちのちっちゃい方が、うん、そんなことないね、うん、でかい方がいい音するだろうな、やっぱりな、ね、うん、割と下って高くないかい、チューニングって結構、うん、割とサスティ長めの、これは大事なの貸してあげる、あ、そんな、いいっすよいいとか言いながらでも、普通さえ薄い方がいいかもしれないんですけど、いいじゃん、こっちの方がはい、これで緩める、はい、いる、リンゴを落としてやる、スナッピーになってくんない、やっぱり、下だよ、下、ここ下がなってるもんね、下がちょっと緩めね、緩めれば前前そうか、俺も怪我すんだよあ、最初両手叩くでいいかもよ、はい、いきます、いい、これでいこう、うん、いい感じ、ちょっと後半疲れてきて、音がいいんだけどちょっと もだれ気味だね、ファイトっていい、そういう一言でいいよな。
聞いてみよう、ちょっと。次行こう。ご飯来てんでしょ、うん、ご飯も来たし、パーティーっちょ。ドラマ。いじめられている。切ります。それ前のやつ、前のタムとかぶってるからだよな。おいっす、おいっす。真ん中ちょっと緩んだ。もう一回だけアンコールいい？はいよ。おいっす、はい、ちょっと待って、帽子かぶったらどう？いいね、いいね、いいね、いいね。ラスト、ラスト、はい、くんの声ください。あ、山は青い風が迎えに来た遠い昔の記憶のようにゆっくりとそのまま包み込んで果てしなき続く白い空のかけらになり身を任せよう。山は暖かく眠りにつくゆっくりとそのまま包み込んで。優しく微笑んで
たらもっと存在があった方がいいと思うし、このうちの歌はなるかもしれない。あのクレッシェンドすごい綺麗なんだよ。これかぶせたら出ないと思うんだよね。で音程なんて結構結構じゃないの？大丈夫だと思います、うん、そこまで細かく聞こえないしね。あと一体感が麻生がでかいとかそういうのがあるんだったら、ほらバランスとか今あのちょっと麻生を下げてみたんだけど、やっぱもうちょっとあってもいいかもしれない。 OKOK、うん、OK。フレアのレコーディングがちょうどいいと思ってるから、もうちょうどいいぐらい、これ弾くとちょっと辛いかもしれない。すごくこれいいと思う。だから歌いにくかったらあれなんだけども、まあ、ちょっと早くした方がいいかなっていう意見があるから、ちょっとだけテンポね、まあ、テンポいい、テンポ歌いやすいけど、ピックで出ていけばもうジャンジャン弾いていい、ジャンジャン弾いていいかどうかわかんないけど、向こうで弾いてるみたいな、ちょっとだけあのちょっとあのピック取ってフェンダーってやっぱこういうの一つはないってことだね。すごいいいね。どこもしないで。あんくらないと本当だけだよ。音程に関しては本当だけど、音程もないけど、きっと言ってるけど。いや、いいね。こんなもんやってないから。いいよ、照明で顔が見えなくなった。あ、ダメ。ベリベリなんだよ。ベリベリベリチャックとか言ってほしかった。ベリベリ、ブルーベリふざけんじゃねえよ、この野郎。どうしてくれんだよ。あそこで炭屋叩くっつったねえか、お前。なんで叩かねえんだよ。てめえのベースがいけねえんだ、バカ。危なぞ、この野郎。スタロー。殴る、そこにやろ。うるせえ、お前引っ込んでろよ。うてめえ、うらー、たけこのてめえ、やめえなよ。お前、やめえな、ダメじゃねえよ。はい、オッケー。
今の。見え見えだからいいよね。ちょっと笑っちゃった。笑わない。笑ってんのか。ちょっと笑っちゃうやっぱり。丸い月の下で泣いていたら、青い風が迎えに来た。遠い昔の記憶のようにゆっくりとそのまま キムタクです。